ポルトガル文学では、ポルトガルで書かれた文学及び、ポルトガル人によって書かれた文、アジューダコ文書館にある、カシューポルトガル語で書かれた最古の文献は、従来は、アフォンソニセイの遺言書であるとされてきたが、近年リスボン大学のアナマリア・マルティンスによって、保証人についての覚書と呼ばれるさらに古い文献が発見された。ポルトガル文学の始まりは、 パイオエスで食べ色によって歌われた12世紀末の恋愛女児誌に遡る。13世紀に入ると、南フランスのプロバンスに起源を持つトゥルバトゥールの女児誌がガリシア・ポルトガル語で記録されるようになり、不在の恋人を忍ぶ女性の心情を歌った、カンティーガスでアミーゴ、愛を歌った、カンティーガスでアモール、社会風刺を歌った、カンティーガスでエスカルニオイ・マルディゼールと3つのジャンルに、 細分された。特に、12世紀末から13世紀にかけて在位した、国王ディニス一世はポルトガル語の普及に力を尽くし、カンティーガス・デアモールの作品を残している。この時代には、カンティーガスにガリシア・ポルトガル語が大きな影響力を持ったため、カスティーラ王国のトゥルバドゥールもガリシア・ポルトガル語で詩を書いており、国王アルフォンソ10世もガリシア・ポルトガル語で聖母。 マリア三家の書を残している。これらのトゥルバドゥール文学は14世紀中に姿を消したが、現在にまでこれらのガリシア・ポルトガル語によるカンティーガスを記録した3種類のカンシオネーロスが残っており、アジュダコ文書館にある歌集、バチカン図書館にある歌集、リスボン国立図書館にある歌集がそれである。ジルビセンテル・イスデカモニス16世紀に入ると、詩人のサーデ・ミランダによって、 イタリアルネサンス文学が導入され、古典主義時代を迎えた。ポルトガルでも、ウェルギリウスやホラテウスなどの古代、ローマや古代イギリシアの文化が基盤となり、シェイクスピア以前において、ヨーロッパ最大の劇作家として認められ、社会矛盾を描き、スペイン語でも創作したジルビセンテや古代ルシタニア人から、バスコダガマに至るポルトガル人の歴史を表した、ジョジシ、ウズ、 ルジアダスを残したルイス・デカモンイスが現れた。また、16世紀から17世紀にかけては当時、ポルトガルがインド航路を開拓し、ブラジルを発見するなど大航海時代を先導していたため、これらの海外進出を描く気候文学が発達した。代表的なものには、ポルトガルの航海者による西アフリカの航海と、 奴隷貿易を記録したゴメスエアネスデアズララの西アフリカ公会の記録やブラジル発見の記録となったペロバスデカミーニャの書簡、海外進出の実証的な歴史記録となったジョアンデバロスのアジア氏トメピレスの東方諸国記フェルナンメンデスピントの東洋巡礼機器などが存在する。言語面でもスペイン帝国の支配のために カスティーリャ語文法を表してスペイン語を体系化したアントニオでネブリ派に習いポルトガルでもフェルナンデオリベイラによってポルトガル語文法が表されポルトガル語の体系化が目指された17世紀に入りスペインに併合されていたポルトガルの国力が上落するとその影響は文学にも及んだこの時期に特筆されるのは説教集を表しポルトガル領ブラジルにおける 黒人奴隷制やインディオの奴隷化を批判したイエズス会のアントニオ・ビエーラ神父である。18世紀に入ると、ポルトガルの文化的停滞はさらに悪化し、多くの知識人がイギリスやフランスに移住した。ポンバル公爵による啓蒙先生主義時代には、アルカディアル・ルジターナ、ポルトガル作家協会、1756の創設やコインブラ大学の改革などの知的な復興計画が、 進んだものの、ポルトガルの文化活動の停滞は隠せなかった。アルメーダ・ガレット19世紀に入り、ナポレオン戦争が終結すると、ポルトガルにもロマン主義がもたらされた。ポルトガルにおけるロマン主義は1825年に、詩人のアルメーダ・ガレットが滞在中のフランスで、カモンイースを表したことによって導入された。ガレットは、その他にも、戯曲、修道士、 ルイスで総座などを残している。ガレットの他にも、初期ロマン主義においては、ありがとうございます。